GR ヤリスプロジェクトの野田です。本日は GR ヤリス向けに開発したパワーエディターのご説明をさせていただきます。このパワーエディターを取り付けることによって4800回転付近で 21.7 馬力のアップ、3500回転付近で 4.4 キロのトルクアップ、ブーストは 1.51 から 1.71 までアップすることが確認されています。低速域のトルクがアップすることで街中でも非常に乗りやすく、また最高出力も上がることでサーキットでも非常に楽しめる仕様となっております。ぜひお試しください。それではパワーエディターの取り付け方についてご説明させていただきます。まずエンジンカバーを取り外します。続いてパワーエディターの取り付け方についてご説明いたします。パワーエディターのハーネスを割り込ませるセンサーはこことこの奥についています。まずは上側のセンサーから処理していこうと思います。センサーについているこのコネクタをまず取り外します。こちらのコネクタとパワーエディターから来ているこのコネクタを接続します。続いてパワーエディターのハーネスから来ているもう片方のコネクタを車両のセンサーに取り付けます。続いて奥側のコネクタの取り付け方をご説明いたします。センサーについているこのコネクタをまず取り外します。こちらのコネクタとパワーエディターから来ているこのコネクタを接続します。続いてパワーエディターのハーネスから来ているもう片方のコネクタを車両のセンサーに取り付けます。最後に本体を取り付けます。熱い部分を避けて配線を取り回した後は本体を車両のヒューズボックスの上に乗せてください。この部分です。最後にカバーを取り付けます。このように GR ヤリス用パワーエディターはカプラーオンで取り付けられます。